はい、今回のスタート地点はですね、JR 山川駅からのスタートになります。今日はですね、2023年、あ、ここゆっくりとあれしよう。2月の17日、時刻はね、4時37分。ちょうど前はほら、あの山川港、港ですね。はい、左行きます。いい天気だったですね、今日もね。午前中はですね、少しあの、いい天気だったけど、こう、雲がちょっと多かったんですよ。で、今日は、今見ていただいてる通り、まあ、春の、空っていうんですかね、少しあの色が薄いんですけどもね、なんかそんな感じ。今日はですね、あれですよ、午前中2時ぐらいまでだったけど、3時間半ぐらいですね、鹿児島のユーチューバーで薩摩の少年ジジイっていう2人組の、方がいらっしゃるんですけど、その方とですね、あの3時間半ぐらいぶっ続けですよ、まああの鹿児島弁を残そうというコンセプトのもとの、ぶっつけ本番みたいな感じでやってですね、あれだった、あの有意義、やっぱりあの同じ志っていうか、そういうのを、鹿児島弁を意見化せんないかん、残さないかんっていう人と話をするとですね、自然とこうあれですよね、会話時間が長くなる。もう会話時間っていうんじゃなくて、こうトン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 ってこう話してるうちに、何もう何分、もうこれぐらいっていう感じになって、でもうやめましょう、やめようかな、この辺りで、ほんじゃ締めようかっていう頃になると、また一つ話題がポンって入ってくんで、そしたらまたそれに対してバババババってこういう感じですね。で、多分その、音声だけですよ、顔じゃなくてですね、私の場合はあのドライブ動画に、昔のアーカイブですね、それをノンストップ方式にして、それに、その音声を入れるんですけどもね、絵はいらないかも、もう音だけでいいかも。でもそれはあれですね、鹿児島を長いこと離れていた人は面白いかもしれないけど、普通の県外の方はちょっとわからんかも、その言葉自体がわからないって、何を話してるんだろうかねっていうような感じになるかもしれませんね。ここを右に行きますからね。いや、ここはもうほら、まっすぐ行くと、ただもうまっすぐ行くだけですから、ちょっとね、指宿駅とかですよ、あの辺りでもちょっと寄ってみましょうかね。すいません、何やったっけ、コクのあるミルク風味ミルクチョコ、メーカーはですね、寺沢製菓っていうところのですね、チョコレート、おいしい。私はよくこういうの安物のチョコレートって言うけど、結構美味しいですよ。いわゆるメーカー品っていうと、あれだから昔からあるロッテガーナとかですよ、ああいう何ですかね、ブラックチョコレートとか、ああいうのよりも今のこのなんか、小腹が空いた時にちょっと甘みがついたようなのなんか欲しいなっていう時にはいいかもしれませんよ。あの子はちょっとまぶたを
ちょっと待ってくださいね。今口に入れたっていうのは分かるでしょう。いや、私はこれまではですね、この今も撮ってるけども、あれですよ、補聴器、あれをね、つけたらですね、こうカシャカシャカシャっていう音なんかも聞こえてたんだなってですね、他の人にすれば前から聞こえてたよそれやと言うかもしれんけど、あれでしたよ、新鮮な驚き。それとか時計の秒針の音が聞こえましたからね、何やろかい、こうやって最初思ったら、100円ショップで買った時計だけども、それがね、私はカチャカチャって音はしてないと思ってたんですけどね、それは感激やった。なんかこの道はなんか広くなったような感じがしますね。あれは一緒なんでしょうけどね、道幅は一緒なんだろうけど。うん、カメラが右を向いてましたね。いや、ずっとまっすぐ見てるもんだから、あれが気づかなかった。交差点目があるといいんですけどね。あ、このほら信号の右の方に枯れたバナナみたいなのがありますよ。これはですね、リスナーさんのあれのコメントでいただいたんですけど、鹿児島も含めてですね、バナナはね育たないらしい。ほんでこれはね、何だったっけあれ、あらはら出てこん、ザーバーはあれはサトウキビか、すいませんね、コメントをくださった方、あらまた忘れちょらい、このさーって思うかもしれんけども、頭の中にあるんですよ、喉のとこにもあるんだけど、今ほらチョコレート食べてるでしょうが、ほんで出てこない。という流れ考えてるんですけどね、この前その道に迷った時に、そのバナナのとそれのってちょっと待ってね、ここかな、ここですね、左行きます、指宿駅です、 JR 指宿駅、浦島太郎伝説っていうのがどっかあるみたいですね。ここは、あ、信号待ちですね、右がね。あ、場所場所ですよ、場所。あ、さっきのあれ、バナナ。あ、こっちにある、ほら。あ、ちょっと待ってね。どうぞ。ちょっと前に行きますからね、ほら、その軽トラの向こうの方にあるバナナみたいなのがあるでしょ、それ芭蕉だった、芭蕉だって、芭蕉もですね、バナナみたいなあれがなるんですよ、なるみたい。だからほとんど私は物を知りませんけど、こうやってですね、リスナーの方からいただいたコメントを、これも何回か言ってますよ、おかげさんで、ネタがない時ですね、道路端に
そういう、今日は枯れてましたからあれだけど、いかにもバナナっていうの感じですよ。だけどそれは違いますっていうのを、何ヶ月かに一遍ぐらい言うと、あ、そうなの、あ、知らんかったっていうのがあるんでしょうけど、だけどそういう動画をたまたま連チャンで見ると、またこの人はお任せ様、同じことを言ってるって言われるかもしれないけど、ここは、まあいわゆるあれですかね、鹿児島市内で言うとあの電車通りに匹敵するんですかね、かもしれない。あのよくあの保険屋さんとかですよ、鹿児島銀行があったりすると、そこがだいたいメインのあれですもんね、通りで、それがあの時代の流れとともにこうバイパスができて、車の流れがそっちの方に行ってしまうというのがあったりするんですけど、ジャラセン系、ジャラセン系っていうのはですね、そうなんじゃないけって、そうなんじゃないかなっていう感じですけどね。なんか鹿児島弁言いましょうか、ないがよかけ、何がいいですか、ないでよかけ、何でもいい。あのそれとですね、そうだ、2,3 日ぐらいのあれで、今日から使える鹿児島弁っていうやつで何かないけと思ったんだけど、あの実用性がない。今日から使える鹿児島弁っていうんじゃなくて、皆さんが知りたい鹿児島弁、何々のことを鹿児島弁ではどう言うんですかみたいなのがあったらください。でないと、どげど何があるけ、もうこんな時間っていうのを、もへくような時間や、もうっていうのをですね、もへもへや、なんないけ、おかす、あ、おこれは男が使いな、おじさん、あ、お父さんじゃないな、おじさん、どっちがいけ、あ、あれでいいや、おじさん、ちょっと、抱きそくいや、抱きそ。これはね、あんまり私なんかも使ってなかったけど、あれですよ、ピーナッツ。ピーナッツのことをですね、抱きそ。落下症。抱きそ。うん、抱きそやったっけ？ちょっと何回か繰り返してると、ちょっとわからん、逆にわからなくなるけど、おじさん、その抱きそくいや、ちょっと、行くよ、ちょ、ふたすかみすっておかれ、っていうのは、ふたすかみすっていうのは、二粒か三粒でいいっていうね。ああ、そうやったやつ。じゃあ、どんまいもう、三つじゃ足りんとかでね、ほい、つって、手でこう、一つかみ、ほい、つ、ありがとうございます、ってこう、言ってこうパパパパって食べて、おじさん、もちとくいやい、これはもう少しください。そうした時におじさんが言うのは、もへくとったてや、もへもへくとったてやっていうのは、もう食べ終わったのってやつ。どうけ、ちょっとピンときませんね。いや、私がちょっとピンとこん、会話方式がいいかな。ですね、なんかでけんけ、なんかねけ、あ、あれしましょうか、おじさん、あのおじさんのところに行っておばさんを訪ねて行った。うん、どっちへ行け、おじさんを訪ねて行ったらおじさんがいなかった。そしたらおばさんが、もうすぐ、お父さん帰ってくるから、
しばらくここにいなさい、こういうのでいいんじゃないっけ。こんにちは、あら大家、あら太郎きっちゃんやね、内子って言うと、おじさんおやひけ、あ、これはあの田舎言葉ですよ。おじさんはおやひけ、おらんよ、どけっけたですか、どけ行った太郎かい、またパチンコやっかもよ、あ、そうな、これぐらいわかるでしょ、パチンコやっかもよ、あ、そうな、ほんなまた食って、ほんじゃまた来ますって言うと、あら、そげんやじもう待っちゃなさいよ、上がんなさい、これぐらいわかりますよね。それかどうしようか、いやもう帰りますしね、ないよ遠慮しよんのね、あんたよもうわいね食いまで来たの、いやいやいやもう歩いて、ほいなら上がりなさい、ないごう、あんね、こん前ね、おいしか焼酎をもらったよさ、え、焼酎ですか、すっちゃでしょあんたは、いやすかんこちゃね、どじゃどんかいでしょう、おじさんが帰ってきたぎなガラリアセンですかね、何ですかその焼酎はちゅうと、イサミよイサミ、え、なんかイサミっていうあの、幻の焼酎、イサミ系なんとかっていうのがあるらしいですよ、あの何ですかね、イサミじゃなく、イサミもそうですかね、ちょっと私は飲まないからですけども、イサミがあるよさ、本当ですか、じゃあどうおじさんからガラルかも、よかたいが、うちのはね、いさみがいっぱいやっちゅうけど、ゆうどんかですね、苗を飲ませて一緒に来いよ、ですかね、な、あがんなさい、いうとこにおじさんが帰ってきて、おい、誰かちもたらきっか、ああ、おじさん、おじさん、おじさん、ちょうどよかった、今ですね、あの、なんかこう、焼酎飲ましゃぐっちゅうから、飲むかいちょもちょった、言ったら、ああ、よかったよ、打てあいよ、何か、そうね、何か、ないかないけ、あ、今ね、おいやね、自撮りの写真をこう来たってよ、いや、これ標準語だな、すいませんすみません、ちょっとね、あの、あれだ、ちょっとシチュエーションが、あの、いや、酒を飲まないでしょ、私が焼酎を。だから、焼酎話で、どうかしようかなと思ったら、やっぱり、あれですね、飲めない人間が焼酎の話をしたって面白くないわ。何かだっけ？下戸？下戸ですか？下戸もね、崩落まんじゅう今こう来たとこやったーって言ってもあれですしね、あ、スズメン卵、鹿児島の下ですね、みんな、いや若い人はどうだろう、ちょっと若い人も知ってるかもしれんですね、スズメン卵っちゅうのがあるけど、だけど今のスズメン卵と昔のスズメン卵っちゅうと製造法が違うのかもしれない、基本的なのは一緒かもしれんけど、今のはですね多分ね、清潔っていうかですよ、やっぱこう食べ物だからっていうことで、きちんとそういう管理がされてたと思うけど、私なんかのですね、頃のスズメン卵はですね、こう醤油、スズメ卵ってあれですよ、ピーナッツのさっき言ったあのダッキソ、うん、ダッキソがあれですかね、鹿児島弁ですかね、ほんで、おじいさんなんかになるとダッキソ、そうですけど、その、ピーナッツをですね、あれは皮をむいてやったのっけ、そこはちょっと細かいところはわからないけど、それ、にメリケン語だと思うけどな、この前の他の動画で言ったけども、ちょっと調べてこなかったからですね、あれだけど、
それをまぶしてちょうど小指、まあ人によって大きさは一緒ですけど、さまざまでしょうけど、まあ普通の大人の小指、男ですね、それぐらいのですね、直径がね1センチぐらいかな、で横が2センチ、まあまあ細かいとこはいいですがね。でそれにね、それを一旦揚げる、揚げじゃないな、蒸すちょっとわからん、それのね、要するにそれに、醤油がこうつけるのかな、その一旦は要するにこのピーナッツに衣をつけて、まあなってないけど、なってないかもしれないけど、まあ揚げたとするじゃないですか。いや違う、あれば油の味はしなかったよね。いや、なんでかっていうと、駄菓子に使うですね油はですね、何ですかね、もう天ぷらに使った後ぐらいののにこう油を使って揚げたやつが多くてですね、ちょっと火が経ったやつなんかですね、酸化してですね、なんか妙な味がしてたんですよ。スズメン卵に関してはね、その記憶があんまりないんですよね。だからもしかすると、揚げたのじゃないかもしれんけども、まあまあいいですがね。でそれにですね、醤油がこうかかってるわけですよ。でそれがね、濃ゆい時もあればですね、薄い時もあるんですよ。で私なんかとしてはその濃ゆい方がいいんですよ。何でもそうでしょう、濃ゆい方がですね、いわゆる、餅がいいんですよ。鹿児島でいう出がある、出があるいう感じでですね、なかなかこんな話になりましたかね今出があるってやつで、出川さんって言いますよ、芸人さんの。あれでなんかシャレがでけんけと思ったらですね、あ、飛んでしまいます。あ、すいません、もう23分だからここでお開きします。ありがとうございました。